ブレーカーが落ちた。いつもありがとうございます。模型のロマンを探索する模型所探索です。今回は一部地域で試験販売をしているアシェットさんのランボルギーニミューラを作るの創刊号を組み立てます。こちらは探索団のアラワングマさんからのプレゼントです。送ってくれました。ありがとうございます。こちらは14歳以上を対象に設計されています。おもちゃではありませんのでご注意ください。そしてこのミューラについてはすでに試験販売は4号までで休止っていうのが決定しちょるんだけど、その4号まで探索団の加藤ちゃんがプレゼントしてくれるということなので再生リストを作っておきます。もし2号以降のミューラをチェックしたい方は再生リストをご覧ください。はい、そしてチャンネル登録、いいね、評価、いつもありがとうございます。それでは紹介していきます。今回のランボルギーニミューラなんですけど、こちらがね、2021年の1月27日にアシェットから地域限定で試験販売されているものになります。それで全部で100号で完成ということなので約2年で完成しますね。はい、じゃじゃん。そしてこちらがですね、まず開けてみると特典ディアエンブレムのキーホルダー、それから A4 ノート、エレガントらしい A4 ノートで、特典2としておしゃれな布サック、牛の絵が書いてありますね。それからこちらの24分の1のミニチュアモデル、それから自分のお名前が入る記念プレート、こちらが特典となっております。それから4号以降に毎号250円を追加するとこのディスプレイケースがもらえます。はい、美しき闘牛の伝説ということで、全長55センチで、ボディとシャシーは金属製になっちゃって、車輪はあの回せるっていうかステアリングで稼働します。それからドアの前後のフード、ドアの前後のフードが開閉する、どこ、あと音と光のギミックが満載ですよということで、フロントはこちらのお目目がパッチリしております。後ろはこんな感じでミューラのマークが、ロゴがいっぱい入ってますね。じゃーん、ここで全長55センチ、ここの幅が55センチ、それから幅が22センチ、高さは14センチということで、こんぐらいの大きさ、なんか他のに比べたらなんかちっちゃく見えてしまうけどでかいですね。で、コックピット、魅力的なコックピット、操作系パーツやインテリアのデザインでリッチな質感までディテールを丁寧に再現されている、精密なメカニズムでランボルギーニ V12 型エンジンは正確に設計されたパーツから組み上げていきます。ハンドリングで操舵可能、操縦カンパニョーロのホイール、ピレリのタイヤ、足回りの構造も実車同様の設計。カンパニョーロって自転車のメーカーで聞いたことあるけど、
ドアインテークは左右のドアは開閉ができますよ。ミューラを特徴づけるエアインテークが再現されちゃうよ。シャープなルーバー、高性能エンジンの熱を排出する6枚ルーバーがミューラのリアビューを引き締める。組み立ては簡単とはありますけど、まあ、そんなに簡単じゃないと思います。あとは音と光の演出でイグニッションスタートから加速時のエンジン音も再生ということなんですけど、特にリモコンはついてなさそうですね。はい、ということでじゃあ早速組み立てていこうと思います。中はじゃん、こんな感じで、ボディーパーツが入っております。これがね、左のドアらしいんですけど、左のドアを組み立てるということで、ドアとあとはハンドルがついております。じゃあちょっと開けてみましょう。じゃん、すごい、この金ピカマークがついている。そしてなんかいつもと違う開け方、なんかこれもこれでエコかも。段ボール大きいんだけど、これパッケージちっちゃめ。底上げしてあるっていうのかエコっていうのか。これ切っちゃっていいかな、せっかく牛さんのマークあるけど。ここ開けようか。バリバリになってしまった。ここにオフィシャルライセンスドプロダクトということで牛のマークがついております。これ牛さんのマークついてます。はい、それでは作っていきます。頑張っていきまーしょい。はい、それではこちらの左側のドアなんですけど、わしっしっかり固定されてる。そーっと出してどうかな。ピカピカのツルツルですね。ツルツル、重たくてダイキャストって感じです。塗装もしっかりしてあります。これにまずは、わあ、丁寧にくるんである。お、刺さる部分があった。このそもそもランボルギーニミューラ自体がめっちゃ高いけん、これもなんかすごい高級な感じがするね。向きはこうじゃなさそう、こうかな、どっち？特にない。特にね、なんか形は別に長方形じゃないんだけど、特に右とか左とかこの向きでとか書いてなくて、穴の大きさも一緒だよね。なんか違って見えるけど、これで刺してみます。
これがドアロックです。ドアロックつきました。簡単についた。そしたら次にこちらの、またこちらも金ピカなんだけど、これはなんだ、ドアハンドル、あ、これを持って開け閉めするってことね。ドアハンドルです。ドアハンドルをつけます。この向きで、この向きでこう、こうか、こうだ。このピンを、このピンをこの丸に刺します。で、奥はこっち側に来ればいいから、こう入れて、ここで90度回して、で、こっちの穴に入るように、入る？これ、わー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 、難しいな。こっちから入れてもいいか。こっちから入れた方がいいのか。こっち引っ掛けて、なになに、めっちゃ難しいんだけど。こっち引っ掛けて、この向きで、この向き保って、ちょっと待って、ちょっと違うな、説明書と違う。わかった。ちょっと待って。むず。こっちから入れる。刺すのは置くだけか、もしかして。あ、あ、ブレーカーが落ちた。ちょっと待って、アクシデント。この、これは充電式だからついてるんだけど、他の電気が全部充電式じゃなくて電気だから、ブレーカーが落ちた。ちょっとタイム。はい、ということで、ちょっとブレーカーが落ちたんですけど、ここ落ちたついでにちょっとやりました。ここに引っ掛けて、ここの穴に通す。ということで、こんな感じでドアロックとドアノブがこんな感じにつきました。なんかね、今家の駐車場をちょっと作ってるんですけど、車入れる、まあ三浦入れるわけじゃないですけど、車の駐車場ちょっと屋根付きに作っちゃって、で、今雨が降っちゃって、なんかね、雨が降ってる時にそういう電気系統の機械使うと漏電するんだって。だけど大きい電気使ってるわけじゃないんだけど、漏電してブレーカーが落ちちゃうんだって。で、何回もブレーカー落ちるようだったらもう今日はやめますって言われました。まあ、すいません、なんかちょっと創刊号なんで、初見さんいたらなんか何の話って感じですいません、こんなスタイルで、はい、お家の事情でした。ということでね、ブレーカーが落ちることもあるみたいです。はい、ということで、なんかこれで終わりだね。これつけて、これつけて、相関号は終わり。そんで、この、ステアリングと、
ステアリングとこのロゴシートと3種類のロゴが入ったロゴシールと、それからこのエンブレム、この3つは今回は使いませんので、紛失しないように何か袋に入れて取っておきましょうということでした。探索はこうして2号と3号が届くのをこうやって待っとくことにします。はい、じゃあ組み立てはこれで終わりなんですけど、相関号、総額なども紹介させていただきます。こちらのランボルギーニミューラなんですけど、気になる総額はこの相関号は299円、そして2から99号は1990円で、全部で100号で、総額は198,200円になります。20万近い金額となっております。一号一号がちょっとお値段が高いですね。金額はすべて税込み金額になっております。で、試験販売自体は4号で終わりで、それが今後全国販売になるかどうかはまだ分かっていません。で、応募券とかどうなるのかな。まあ今のところ何ももらえないかな。応募券はねここについちゃうけど、これが使えるかどうかもまだ分かりません。それで次回の2号なんですけど、2号は車輪と左ウィンドウ、ドアウィンドウを組み立てるということで、6個のパーツ、ドライバーもこれいっぱい持っちゃうけどね、これが届くみたいです。それから第3号はダッシュボードで、第4号はカムカバーとピンセットが届くということで、まあなかなか最初から刻んでる感じかなと思いました。ただですね、ランボルギーニミューラのまあこの本物走るやつがまあ雲仙万円すると思いますので、これがダイキャストで55センチのミューラが約20万円となると、なんか妥当な金額なんじゃないかなと思えてしまうのは錯覚でしょうか。はい、ではミューラの続きが届きましたらまた作っていきたいと思いますので、次回もお楽しみに。はい、それから探索のチャンネルでは週に2回模型作りの生配信をしています。視聴者さんを探索団と呼んでいます。探索団の皆さんのアドバイスを受けながら力を合わせて完成させます。あなたもぜひチャンネル登録をして探索団に入団しませんか。探索団はあなたの入団を待っちょよ。それでは次の動画でお会いしましょう。探索でした。またねー。ゆっくりマリサだぜ。ゆっくり霊夢です。今回も探索の動画を見てくれてありがとうだぜ。このチャンネルでは、デアゴスティーニやアシェットの週刊シリーズ、ガンプラなど模型作りを紹介してるんだよね。そうだぜ、週に2回 YouTube ライブも配信してるので遊びに来てほしいぜ。よかったら励みになるのでチャンネル登録よろしくお願いします。そして登録がお済みのあなたは高評価ボタンのポチをよろしく頼むぜ。それではまたねー。